こんにちはステの今日はレボリューショナリーロードについておしゃべりしていきたいと思います。うん、私この映画もう本当に大好きで何回も見てまた見ましていやーすっごいですね。もう気の合わない人と結婚するとこんなに不幸になっちゃうのかっていう話で。 まずまあよく言われるのはディカプリオが最初にその1つなんとかなんとか2つなんとかなんとか3つなんとかなんとかってってあの序盤の方でエイプリルをやってるケイト・ウィンスレットを追い詰めるっていうのがまあ名シーンですけどまあまあその前にまずまあ市民劇団の旗揚げをまあケイト・ウィンスレット演じる、まあ、エイプリルをやってるわけですけどまあ失敗しました。 で楽屋にまあ見に行くわけですよね不安定自デ自覚プリでその時にまあ第一声これはもうお疲れ様しかないですよねまずはまあ人によるかもしれないですけどまあお疲れ様ぐらいしか言うことはないですよねでもそこに大成功とは言えなかったねみたいな。 余計なこと言いますねディカプリアほんと余計なこと言う。これもうちょっといやただでさえ失敗したち自分で分かってんのにいやいや傷口開いてきたのこいつっていうねところがあるわけでその後のの1、えー、つ俺に2つ。 つって車の中で攻め立ててられてでも黙ってって分かったからもういいから黙ってって言ってる時点で黙れないっていうねこのちょっと病的なこのマウント主義というかこのマウント主義ずっと続いてますけど、まあ、同じ映画でね、まあ、で奥さんの質問には答えないんですよ基本。基本答えないですり替えるんですよね。 でまあ、最後の方の喧嘩の時に「あな,あなたって本当に話がうまいわね」みたいな「黒いものも白って言えるのはあなたぐらいよ」って、まあ喧嘩で言ってますけどまさにそうでこっちがもう何質問したかもう分かんなくなるような話のすり替え力これはすごいですね。一番印象的なのはあの3人目の子、ね、子供を妊娠してやっぱりいけないじゃんと。 パリでも子供を産めるけどさみたいなでも本当にあなたは欲しいと思ってるみたいな真実を言ってよみたいなことをねディカプリオに言うわけですけど話をそらしましたねあの時も自分,の自分もおろしてほしいいや別に3人目いらねえかなって思ってるのにいや子供できたのにおろそうとするお母親がどこにいるんだよみたいな。 逆切れというかなんかそういう一般論に持っていくという。いや、もうエイプリルはあなたの気持ち、フランクの気持ちを聞いたんですよっていう。そこで全然もうあの話ができないわけですね、本音の話が。でもどん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 やる気がそ,そがれていくと。でも、 あのまあ、リカ・ブリはそもそもそんな、まあ、ごくごく普通の人っていうか、まあ、自分でも分かってますよねあの生意気でかい口叩く生意気野郎なだけだったよとそもそも若い頃だけどエイプリルは、えー、すごい可能性のある男と私は結婚したんだっていうところを信じたくて今の現実があまりにもつまらないので、まあ、そこにかけたわけですが。 リカプリアは全然そんなことないんですよね。普通でいいんですよね。それなりの収入を得て、家族、こう、不自由なく暮らせたらそれでがよかったと。それで全然いいんですけど、エイプリルはね、違うんですよね。紐でも、紐みたいな男の方がよかったかもしれないですね。とりあえず、それこそ口八丁、手八丁でもいいから夢をかか語って、えー、で、エイプリルが引っ張っていくっていう方が、 えー、よかったすごい男気ある女性ですからねえー、いやーだからまあどっちが正しいとか悪いとかっていうわけではなく全然2人がもう向いてる方向が全然違ったというそれによってこんな不幸な結末になるんだっていうもう本当に興味深い興味深いですねいやーいいですね だと思うのは、えー、そもそもまあ冒頭、えー、と出会った頃の,あのフランクとエイプリルいましたけどあんな歯の浮くような会話をしてるようなカップルはやっぱりうまくいかないんですよね <laughs>。と思います。芸能人の人とかもなんか見てても見てたりとかしても思いますけどやっぱキャピキャピしてるのはやっぱりこううまくいかない人が多いなって思います。 あとはまあ細かいところで言うとディカプリアはね家に帰りたくないなっていう顔してるあの車のシーンとかえ雑、ー、イ火山こうおっぱいポロリのシーンとかあれ貴重ですよね。あとマイケル・シャロンね。マイケル・シャロンは精神病んでるっていう設定ですけどまあ子供の意見ですよね。おおおかかかしししくないいいことはおかしい 裸の,王様裸の王様って言うみたいなあのいい役割で、えー、素晴らしいなという感じだとあとインセプション並みに子供の影が薄いっていうのが特徴的ですよね結構大きいあ大きいというかそれなりのね子供二2人いるのに小学校中学年ぐらい全然ほぼ出てこないっていうあの影の薄さも。 なんんていうんですかね、その二人の子供に対する関心の薄さを表してるっていう感じがして、えー、いいですね。うんいやーいややっぱりこの映画いいですね。ゴーンガールがなんかその夫婦のなんか夫婦結婚することが怖くなるみたいななんか映画でちょっといい時言われたみたいな聞きましたけど。 いやレボリューショナイロードぜひ広く見てほしいなとすごい静かで地味な話っちゃ地味な話ですけどいいいい話ですねいい話というか面白い話映画だなと思いましたはい皆さんもぜひまた見てほしいなと思います、はい、終わりですあと言い忘れましたあとキャシー・ベイツ夫婦最高でしたね あのよく言われるのはラストシーンのね補聴器の音量下げるっていうのももちろん最高にベストシーンなんですけどキャッシーベイズの世話焼きおばさんというか、えー、あのー、もうやたらめったら喋っていくで息子がね自分の思うように育たなかったことを見ないようにして見ないようにするために、えー、見てくれのいい夫婦に期待をかけて。 自分の思ったような像を当てはめていくっていうあの感じもすさすがキャッシー,ベー,ザー・ベイツだなともう見事でちょっとキャッシー・ベイツ出てくるし本当楽しみでしたもんね、はい。という感じなのでまた見てみてください終わりです。